どうも、ケイスケです。皆さんコーヒーは飲みますか？僕はめちゃめちゃコーヒー飲むし、みんなもしかしたらドリップパックだったりとかインスタントコーヒーとかコーヒー飲んでもそういうのしか飲まないよって人もいると思うんですけども、まあ、僕はやっぱりですね、豆からちゃんと自分で挽いてで美味しく入れると本当に味が違うんで、ぜひですねやってみてほしいんですけども、で今回ねこの電子ケトル、ずっと使ってきた電子ケトルをこちらに乗り換えました。ちょっとねコーヒー入れさせてください。やっぱね、豆から入れると全然コーヒー本当に香りも味も違うから。で、ですね、まあ豆というかコーヒーか、コーヒーの味がこう変化する、味を変える要素としては、まあ、温度だったり、水のお湯の注ぐね、注ぎ方だったり、あとは豆の引き具合だったり、結構いろんな要素があります。で、ケトルはそのね、注ぐっていう部分の温度とこう注ぎ口を、まあ、司ってる部分ですね。で、もともとこちらのビタントニオの、アクティっていうこのね、電子ケトル使ってて、当時は多分これぐらいしか温度調節できる電子ケトルっていうのはなかったんですよね。こちら、まあどっちもなんですけども、1度単位で温度調節ができる電子ケトルとなってました。なんですけども、最近はすごいいろんな電子ケトルで温度調節ができる、要は設定した温度で沸かせるっていうのが、まあ、増えてきまして、今回買った僕のね、ヤマゼンのこちらの電子ケトルも、そういう温度調節の機能がついてます。で、なんでこのね、ヤマゼンの買ったのか、もう見た目ね、同じじゃん。ね、そっくり、ね、こんな買う必要あんのって思うんですけども、全然違うポイントが1個ありまして、ここですね、注ぎ口。この注ぎ口がちょっとこのビタントニオの方が大きいんですよね。ここ大きくて、で、こっちのヤマゼンの方が細くてこうシュッとしてるんですね。これすごい微妙な差だなと思ったかもしれないんですけども、この微妙な差によってお湯の落とし具合が全然違うんですよ。で、かつ今電子ケトル持ってないとして今から買うとしたらもう絶対こっち。なんでかっていうと値段もこっちの方が全然安いです。確か7000円8000円ぐらいで買えるはず。そのぐらいのお値段で注ぎ口完璧、ワット数も1200ワットで高いのですぐ沸かせる、で温度調節もできる、完璧な電子ケトルじゃないですか。はい、ってことで今回これ買ったんで、ちょっとどういうところがいいのか細かくね、もう少しご紹介していきたいと思います。ちなみに今回入れたコーヒーは僕のね、オリジナルのコーヒーなんで、今絶賛作っております。もうだいぶ出来上がってて、結構面白いコンセプトになってると思いますんで、気になるよって方は、ぜひね、買ってみてほしいなと思います。またね、ちょっと発売するときには、ご報告させていただきます。で、こちらですね。はい。電子ケトル、これね、ヤマゼンの電子ケトル何がいいのかってところですよ。ちょっとこのビタントニオの電子ケトルは元に戻します。で、特徴はね、もうさっきもご紹介したんですけども、ここのね、注ぎ口ですね。で、かつ、このね、色合いとか結構ね、デザインも僕は割と好みです。かなりいいですよね。はい。で、かつ値段も安いってことで、今電子ケトルを新しく買うのであれば、一番最適解はまあこれかなと思ってます。で、注ぎ口どんなもんじゃと、どんだけ違うんじゃってところをちょっと見せたいんですけども、まあちょっと仮にね、このコップに入れますと。で、まず前の電子ケトル、こちらのビタントニオの電子ケトルで入れてみます。ほういくよ、ゆっくり入れてみると、まあこんな感じ。はい、一応ね、落とせはします。落とせるんですけど、このね、出てきた時のここがこう、わかります？こうプルプルプルって揺らぐ時が結構多いんですよ。こんな感じで。に対してこっちのヤマゼンの電子ケトルはかなりスムーズに注げます。よ、はい、こんな感じですね。ちょっと違うの分かります？で、あと注ぎやすさみたいなところなんですけども、注ぎやすさもちょっとね、このヤマゼンの方がいいです。っていうのも多分ね、ここがね、ちゃんと細くて、この形状ゆえか、そんなにこうね、グッと倒さなくてもお湯が出てくれるんですよね。まあ今お湯の量が少ないんでちょっと倒してますけども、こんな感じで出てくれますと。あと結構傾きによって湯量が調節しやすい。逆にこっちのね、もともと持ってた方は
お湯の量がちょっと調節しづらいんですよ。まあこれやってる感覚なんですけども、今パッと見る分にはなかなかね違いが分かんないと思うんですけども、やってる感覚として結構違います。なんで僕はね、お湯の入れやすさとかは全然こっちのヤマゼンの方が好きだったんですね。まあもともとちょっと友達が使ってて、それ見て、あ、使いやすいこっちの方がいいなと思って買ったっていうのもあるんですけども、まあやっぱりそのね、注ぎやすさっていうのは結構ね、コーヒーを入れてる時の気持ちよさとか、あとやっぱ出来上がりにね結構こう違いが出るんで大事なポイントですよね。もう言いたいこととしては、まあ正直言うとそれだけで、あの注ぎやすくて、で温度調節もできて値段が安い、まあ比較的安いということで、これ以外の選択肢あんま今ないかなと思ってます。一応ね、温度調節のところも見せておくと、乗っけると電源がつきます。まあここ電源ボタンですね。はい。で温度調節これで1度ずつ調整ができます。マイナスプラスで、まあ100度にしたいときはここですね。はい、100度で、ここの温度計ボタンがあるんですけども、これ押すと60、70、80、85とかって刻みで上げてくれます。なんで僕の場合は87度とかにしたいよっていう時は、よいしょ、あと間違えた、85度にして1、2と上げてあげると87度で沸かせます。あとはこのね、沸いた時にこのキープっていうボタンを押してあげると点滅するんで、この状態にしてあげればですね、こうやって上げた後置いてもこの温度でキープされるというものになってます。まあ今沸いてないんでね、そういう風になってますと。はい、てな感じの電子ケトルです。で、一応使ってて難点というか気になったポイントも2個だけあって、1個は蓋ですね。あのこっちの元々の電子ケトルは割とサクッと外れやすかったんですけども、こっちのね、新しい方は結構ね、力を入れないと開かないんですよね。なんかちょっと硬いというか、少しこれがチャッチーような気はします。で、あとこうパッて開いちゃった時にお湯がこうちょっと飛んじゃうんですよね。なんでガンガンに沸かした状態でこうパッて取った時にお湯が飛んじゃう心配もあるんで、そこはね気をつけないといけない。あともう一個デメリットが、ケーブル短すぎこれやばくないこれだけはね全然ナンセンスだと思うんですけども、まあ延長コードを使ってね、やるしかないかなと思います。はい、ケースケの動画。はい、まあ、っていう感じで珍しく電子ケトルのご紹介をしてみました。もう僕はね、あの本当にコーヒーね、めちゃ好きで、実際に本当に入れてみてこんなに味変わるんだって感動ね、したんですよね、僕は。なんでまあもちろんね、好き嫌いっていうのはあると思うし、めんどくさいと思う人もいると思うんですけども、まあぜひ機会があれば豆の方から入れてみてほしいなと思います。で、買う時にはね、まあいろいろ電子ケトルあると思うんですけども、僕もいろいろ試してこれにね、たどり着いてて、まあもう何回も言ってるんですけども、比較的値段も安くて入れやすくて温度調節できて、まあデメリットはちょっとあるけども、まあその2個をね除けばもうほぼ完璧な電子ケトルだと思いますので、デザインも可愛いし、ぜひこれからコーヒー楽しみたいよという方はチェックしてみてくれると嬉しいなと思います。ということで、今回のモデルに関しては、あの下に概要欄にリンクを貼っておきます。あ、ちなみに1個前のモデルもあって、そっちは多分800ワットかな、なのでちょっと沸くのは遅いんですけども、1000円か2000円、あの値段が安いのでそっちもありかなと思います。他の形状は多分買わないです。っていう感じで、あのリンクも貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。